どうも皆さん、おはこんばんにちは。サムライスイマーの麻生です。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり本当にありがとうございます。本日は体の体幹部分を鍛えていきながらクロールのキャッチの局面でボディポジションを高めていくためのドリル練習と考え方を共有していきたいと思います。毎週水曜日、木曜日、東急スポーツクラブオアシス金町店さんで朝スイムやっております。スタジオ K 代表のモテキ、水泳社長の正俊、そしてサムライスイマーの吉弘の3名でお送りしております。初回体験無料です。泳ぎを習いながらトレーニングをしたいという方、ぜひ一度お越しになってください。では中身いってみましょう。まずこちらのドリル練習は裸足でやっていただいても問題ないですが、進みが著しく悪いのでショートフィンなど履いてやっていただくことを推奨としております。まあ、僕もフィン履けないときは裸足でやったりとかもしてるんですけど、強度が割と高い練習になりますので、25メートル続けてやるというよりかは10メートルですとか 12.5 メートルですとか、そういった短い距離で集中してやっていただいた方が効果は得やすいかなと思います。まず板をですね、2枚持っていただいて、脇をしっかりとね、こうへこませて、もう肩からしっかりと腕をねじるといいますか、まあ、そういったことをやっていただいた状態で、キャッチのポーズを作っていただいた状態で、板を上からグッと押さえつけて、自分の頭部、上背部、お尻のあたりまで、しっかりと水面の上まで出した状態で、キックをやっていくというドリル練習になります。これ勝手に僕の中でスーパーマンって呼んでるんですけれども、この板を上から押さえるということによって、腕、肩、脇のあたりの筋肉、そして胸ですね、その辺を使っていくということと、あとお腹をですね、しっかりと収縮させて腰を高い位置に浮かそうとすると、まあ、この力の入れ方というのをですね、このドリル練習ではしっかりと覚えていきたいといったところですね。水中からの映像になります。まあ、ここまで足沈めなくてもいいんですけど、もうちょっと足出ててもいいんですけれども、とにかく全体としてちょっとこう上から覆いかぶさるような感じの姿勢を作った状態でこうバタ足をしていくと、で自分の体を水の上に浮かそうとすると、板を上から押さえるだけでも良くないですし、お腹の力だけでも良くないので、こう両方をねちゃんとやってあげるっていうことが大切になっていきます。またキャッチのポジションで板を上から押さえつけようとするときに、肩甲骨が上に持ち上がりすぎて、こう肩甲骨自体が前傾をしてきてしまうと肩を痛める元になります。また板を上から押さえようとするときに体が反ってしまう、あばらが浮いてしまうといったことよく起こります。上から押さえつけるっていうのと、こうお腹、腰のあたりをちょっと丸めるっていうところ、この2つはですね、両方セットでやっていただきたいなと思います。先ほどちらっと申しましたが、肩の怪我を防いでいくためには、腕自体は内旋させていったとしても、肩甲骨自体が前傾してきてしまわないように、腕を遠くまで伸ばして腕を内旋させるんだけれども、肩甲骨はこちらの方向ですね、この下側の方向に向かって引っ張るっていうね、この動きをやってあげないと、肩甲骨がつられて上に持ち上がりすぎて、肩、特に二頭筋の腱のあたりを痛めやすくなってしまいますんで、まあ、ここ本当に気をつけてください。これで板を上から押さえるという感覚、そしてコアを使って、体の体幹部を使って姿勢をキープするっていうところの感覚を練習したら、これを使った状態のまま片手だけ回すクロールをやっていきます。今度は板の上に手を置いてもらってドリル練習を行っていきます。板の上に置いている手っていうのは、先ほど同様しっかりと上から押し付ける力っていうのを出していき、お腹の力が抜けないように注意しながらストロークをしていきます。ストロークをしようとする腕の最初のストローク始まる時っていうのは、後ろに向かって書くというよりかは、このプールの床の方に向かって押さえつけていくというイメージでストロークをしてあげると、体が浮きながら前に進むという動作というのができるようになっていきます。またストロークをしている最中に、板の上に乗っている手っていうのもしっかりと上から押さえつけるというのを行うようにしてください。この
腕のポーズでグライドの姿勢っていうのを作っていきながら、前方でためを作って強く水をかいてくるということが、クロール早く泳いでいくためには大切になっていきますんで、しっかりとねこの腕をかいている最中、回している最中に板の上に置いている腕、脇のあたりも力が抜けてしまわないようにしっかりと押さえつけたまま動作をしていくようにしてください。ここまで確認が終わったら、実際にその感触を使いながらクロールを泳いでみるという形で泳ぎを組み立てていきます。実際に泳いでいくときは、お腹の力が抜けないように気をつけるということと、ストロークをしようとするときに胸、脇、背中、お腹までの力を使って全体で水を押さえつけるようにストロークをしていくというところです。意外と水を後ろに向かってかこうとすると、手首の角度が急につきすぎたりとかしてしまうので、イメージとしては下に押さえつけるという感触でやっていただいた方がいいかなと思います。このクロールもですね、下に向かって押さえつけようと思ってストローク自体はしているんですけど、だからといって手首の角度がめちゃめちゃ反り返ってるかって言われると、そういうわけでもないですよね。ですので、あの板を押さえつけていた手の感触っていうのを、まあ、使いながらストロークをしてあげると、下に向かって押さえつけようとするイメージでストロークをしたとしても、手首の角度が反り返りすぎるということは起こりづらいです。ですので、体幹をしっかりと使いながら、こう全身を使って書き込む力っていうのを養っていく、トレーニングの要素としてのドリル練習が、こちらの板を押さえながらキックをするっていう練習はね、強いかなというふうに思いますんで、ある程度やっぱりお腹の力とか脇の力とかないと強くストロークをしていくことっていうのができませんので、こういったドリル練習も交えていきながら、水の中で自分の姿勢をきちんとコントロールできるように練習していってください。今回のエピソードはここまでになります。また次のエピソードでお会いいたしましょう。最後までご視聴してくださり本当にありがとうございました。では失礼つかまつります。ごめん。